一号艇大嶺豊選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。え、まずはここまでの船足の仕上がりを教えていただけますか。いや、エンジンはもう仕上がっています。はい。え、中でも何か特徴などはありますか。いや、悪いところがないです。本当に。バランスが取れているです、ね。そうですね。はい、はい。え、乗り心地に関してはいかがでしょうか。いや、もう問題ないです。はい。え、優勝戦当日の作業ですが、何か考えていることはありますか。 いや特に今は考えてないですね。はい。明日は一号艇でのレースになりますが、インコースからのスタートの見え方はいかがですか。スタートは今日に相当も気持ちよく行けましたよ。はい。今年は怪我で休んでいた時期もありましたが、はい、今節は今年5回目の優勝を狙う戦いとなりますね。狙いますよ。はい。気持ちの面ではいかがでしょうか。まあちょっと運のね。 がちょっと飛んだのはあれなんですけどね、はい、まあ僕はこのチャンスを、はい、生かしたいなと思います、はいはい、それでは最後に、ファンの皆様へメッセージをお願いします、はい、頑張りますよ。